こんにちは、このみです。今日はですね、前回のあのバンタンさんとコラボした動画の続きになっておりまして、本日がね、あと本番のね、あのスタイルブックの撮影の日となっております。もう本当にこの日までに痩せようと思ったんですけど無理でした。はーい。それで今日はあの CNM のバンタンスクールガールになりたいのね、募集あったじゃないですか。それにね、当選してくださったファンの方1名ね、ちょっと連れてきているので、その方とあと他のモデルさんたちと一緒に撮影をしていきたいと思います。まあ、前回はヘアメイク学科とスタイリスト学科の方々とね、一緒にやっていったんですけれども、本日はバンタンデザイン研究所のフォトグラフィー学科っていうのとグラフィックデザイン学科っていうね、方々のタッチに来ていただいたので一緒にやっていきたいと思います。楽しみです。それではレッツラゴー。こいつやばいです。え、すごい。今日もヘアメイク方々ね、来ていただいてるのね、来ていただきましたよ。あざます、ほんまに。もうちょっとバブだから普通にバブになっちゃってるんで。はい、ちょっと笑っちゃうな、これ。綺麗。すごい綺麗。私ですか。そうですよ。メイクの楽しいところ、生徒同士でメイクをし合ってるんですけど、はいはいはい、それを講師の方に見てもらってっていう、近いんですよね、距離感が。質問もしやすいです、講師の方が実践して教えてくださるので、吸収しやすいです、2ヶ月に1回制作で撮影をするっていうのがあって、一番最後のやつが終了点といってショーになったんですけど。え、すごい。そうなんです、やりました。すげえ。わい、こんな可愛く映るの死んでないですよ。本日なんですけれども、スタイルブックの撮影にね、ノアちゃん先輩とあゆみぽたぽた先輩に来ていただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。プロット、見させていただいたんですけど、撮影のねデータをね、めっちゃ可愛い2人とも。本当に可愛いのでね、ぜひぜひお二方のね、あのファンだよっていう方もぜひゲットしてくれたら嬉しいなと思います。ゲットしてください。お願いします。なんと8月にですね、こちらのスタイルブック完成するんですけれども、記念いたしましてライブ配信したいと思うんですけれども、そこにポタさんいっぱいちょっと来てもらうということに、ね、お邪魔します。うちのテコさんもいらっしゃるということで、3人でライブ配信します。はい、ぜひ見てください。来てます。どうですか。めちゃくちゃ緊張してます。めっちゃいいのできたんで、絶対皆さん見てくださいよ。これね、見なかったらもうバカ普通に。はい、あんな感じでね、ホトカの学生さんたちがいろいろやってくださっています。本当にありがとうございます。次は外でやっていきたいと思います。自分ではできないようなね、ものがアクセサリー選ぶのだったりね、髪の毛だったり、すごいんですわ。あと何といっても
カメラもなんかボヤボヤするやばすぎて焦点するかと思いました。はい、皆さんたくさんねご応募ありがとうございました。ね、選ばれたのが坂上さんです。おめでとうございます。本当にね、いろんなアイテムをね持ってくださってて、いつも CMM 来てくださってて、もうね坂上氏がぴったりだなと思って、ありがとうございます。慣れない撮影だったと思うんですけれども、緊張で緊張でもめちゃくちゃ可愛くね映ってた。本当にありがとうございました。いや、どうでした感想とか。もうこの写真撮られるのとか全然慣れてないけど、ヘアメイクとか手とかも本当にね、すごいよ、めっちゃすごい綺麗に撮っていただいて、ね、嬉しいですね。この撮影を手伝ってくださってる方々ね、みんなあの坂上氏と同い年ぐらいなんで、本当なんかすごいですよね。あ、ぜひ皆さん坂上氏のファンの方もぜひ見てください。セルブくん、すごい、やっぱ私自分でやるけどこんなうまくできませんもん。本当にうまっ、めっちゃ美味しい。恵比寿の駅の近くのハンバーガー屋さん、皆さんに差し入れしたのに嫌われてるのでしょうか。食べてください、お願いします。はい、こちらがね新作のニットになっております。めっちゃ可愛くないですか。ハイネックでこれ今インしてるんですけど、あの普通に下ろしたらワンピタケみたいになってて、ここの刺繍めっちゃこだわってたんですよ。縦長にバーンってなる感じの、ハンバーガー余ってるんじゃないですか。誰ですか。ハンバーガー食べたら誰ですか。俺かな。大丈夫。はい、ということで撮影お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にフォトグラフィー学科のね、あのこちら学生さんの小川さんと卒業生のルーカスさんです。撮っていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの撮影風景をね撮ってたので、あのライトとかこうなんかなんとかちょうだいとかでパーパーみたいなさ、よくねやってたと思うんですけれども、もうちょっと詳しくお聞きしたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、はい、フォトグラフィー学科では他の学校と比べて専門分野を限定してない分、あの全般が学べるんです。物撮りだったり、ファッションなので、その中で、いろんなライティングを学んで、そこから引き出しを勉強していく。はい、で、あとフォトグラフィー学科の他にもメイク学科だったり、はい、あとスタイリスト学科っていう方たちの、学科との交流があって、なんで写真学科だけでは終わってない。で、その中でセッションワークって言って、スタイリスト学科、メイク学科、フォト学科の、フォトグラフィー学科の3学科でボードに一つの作品を作るっていう授業がある。それも僕結構ベースになってますね、その、セッションの授業。はい、今のこの時代、なんかインスタとかにすごいおしゃれな写真とかいっぱい上げてる方いると思うんで、あの写真詳しくなりたいよとか好きだよって方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。今からグラフィックデザイン学科のね、あの卒業生の方卒業生の方が来ているということなので、いろいろ一緒に決めていきたいと思います。グラフィックデザイン学科の卒業生のかやさんです。お願いします。あのですね、ちょっとグラフィックデザインって何やとなってる方ね、私も含め今日いると思うんで、ちょっとご説明の方お願いします。広告とか、はい、パッケージとか、あとはプロダクト、商品とか、雑誌などのビジュアルデザインを学べる学科です。商品のパッケージもそうだし、こういう服のプリントのデザインも。おー、なるほど。実はカエさんなんですけれどもね、あの CNM のグラフィックにもちょっと手伝っていただいておりまして、本当にです。結果的にバンタンすごいですね。バンタンにいた時はこういうデスクトップっていう大きいパソコンがたくさんあって、それを使って学びました。すごい。はい、
ろしくお願いします。え、この周りのこういうデザイン、色とか、うん、形とかサイズとかね、なんかこういう風にちょっとこう、ニュアンスみたいな、はい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 、ちょっと周りになんかニョロニョロあるやつ、なんかこれ雰囲気出るかな。確かに確かに、写真が引き立つように入れる、うん、ところで疑問なんですけど、はい、なんでこちら の, あのバンタンに、ね、あの入ったのかっていうのちょっと気になったんですけども、もともと愛知県出身、うん、そうなんですね。で、愛知県 の, そのファッション専門学校にちょっとだけ行ったんですけど、うん、思ってたのとギャップがすごいあって、やめてバンタンに学校で行ったんですけど、前の学校と比較して、うん、講師がプロの講師、ピン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 、でね、あのいろいろあのご協力いただいて、いろいろ全部ね決めましたので、スタイルブック完成をね、ぜひ皆さんお楽しみにしていただけると嬉しいと思います。はい、ということでね、無事撮影終わりました。お疲れ様でした。いや本当に皆さんね頑張ってくださって、本当にめちゃくちゃいいものがね出来上がったと思うので、わしも完成楽しみだし、皆さんもあの楽しみにしていていただけると嬉しいです。ということで、あの本日はですね、フォトグラフィー学科とグラフィックデザイン学科の方々をね新しく含めて撮影したわけなんですけれどもね、まあ、前回同様にもヘアメイク学科とスタイリスト学科ものこの前ね動画に撮った学生さんも来ていただいて一緒にやっていただきました。本当にね、本当にありがとうございます。マジで感謝が止まりません。あとちょっと偉い感じの偉い感じの方々ということでね、いよいよ私のねスタイルブックがねあの完成するわけなんですけれども、あの欲しいよっていう方がもしかしたらいるかもしれないね、ね、ね、そういうことなので、あのゲットの方法をねお教えしたいと思います。あの前回にもね言ったように、よくねちょっと勘違いしてる方いると思うんですけど、あの売ってるとかじゃなくて本当に0円なのでね、皆さんぜひゲットしてください。概要欄にですね、あのバンタンさんの URL があるので、そこから8月末までにね資料請求していただいた方にはスタイルブック届きますので、もうあの本当に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 9月とかにしないでくださいねむしろもう忘れちゃうから、もう今すぐ資料請求をねしてくれると嬉しいです。はい、次回なんですけれども、やっとスタイルブック完成ということなのでね、あのお披露目会をふてこっち TV とビポタポタ PB ビポタポタ PB とあの3人でねやりたいと思いますので、次回もぜひ見てくれると嬉しいです。ということで、この動画が1名でもいいなと思っていただけましたらグッドボタン、2名でもいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、3名でもいいなと思っていただけましたらコメントの方よろしくお願いします。ということで、ポイミーでした。